どういう風に計算するか知っておりますか？Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I have. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. Should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. Didn't know what it cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing to me. はい、山ひろです。ゆりです。今回ねずっと来たかったね、小高高原キャンプ場に来ました。はい、やってきました。はい、ここは夜景が綺麗なキャンプ場で、関西のほったらかしキャンプ場って言われてます。まあ、でも夜がとりあえず楽しみですね。夕日よりなんか朝日があっちから出るらしくて、朝日もすごい綺麗なキャンプ場で、まあ、あのちょっとキャンプ場の紹介あんまり動画的にこう紹介動画ってあんまなかったんで、ちょっと紹介させていただけたらなと思います。また今回新しいアイテムが入りました。それはねエコフロー社さんので、寒くてジュリさんの電気毛布を持ってきております。まあ、そういう中でどういう風にポタ電を使ってキャンプするのかっていうのをちょっとこう動画でもできたらなと思ってますので。略した今、うん、そうそう、ポタ電って言った、うん、ポタ電話機みたいに言ったけど、わかぶった、うん、わかぶった知ってる風に言ったはい、ということで、キャンプ場紹介をしたいと思います。この一番下の段は下のところのトイレを使います。上にもトイレがあるんですけど、自販機あるんかな。自販機上にある。女子は和式洋式どっちも両方ありました。男子こちらと洋式です。で14で15、16、17、これが一番前のサイトになりますね。数字が小さくなればなるほど上に上がってる感じかな。でもここのがちょっと狭い。まあ上は上ででもやっぱ綺麗よな。でも一番上は木があるかな。ああまあそうやんな。なんか人数が少なかったらこの3人とかもいいけど、でも椅子座ったら意外に見えんのかも。立ったら見えるけど。うん、ね、こちらもトイレがあったりするかな。薪が500円やな。ここが受付で、うん、今日は平日やけど結構キャンパーさんが多いね。あ、ここはレジャーハウスって。どうなんやろな、この一番上の番号の1234がいいのか。うん、前に木があるから邪魔にはなりそうやな。でもなんかこの高さの方が夜景感は多分綺麗かもしれんけど、まあ、なんかどこもいいかもしれんな。なんかどこがあかんとかはなさそう。ダメだ、今日花粉が強い。今日が逆向きなんで逆に落ちるからあんまり焼けはしないかもな。公園感は若干あるけど、でも最近なこういうのも好きやから、うん、はい、今回のコラボの青木社長です。立てるの早くなりましたね。はい、早いでしょ。はい、チェアが最後のサイズ調整やな。畳んだ時はあれでしょ、切ったった方がいいでしょ。やっぱり切っとかないと。これだ。じゃあやっぱちょっと大きいバージョン。
Cause I got somewhere to be and you're done to see. これが、新しいサブベルテーブル、新しい、ベルポールできました。ちょっと長めを作らんとあかんのかもしれんな。めっちゃ高いやん。いや、そっちがベストっす。そうですね。ああ、ジュージさんの身長でと。それでキャンプ。ジュージさんはいくつ？155。55ね。あ、だ160ぐらいか。今回、超偶然に超大物ゲストをお二人が偶然出会いました。大物。いや、ほんまに出会えてよかった。いや、マジでビビりました。まるみちゃんはもう多分うちのベルクロート商品を相当本当お世話になりまくってる。愛用してくれてるし、本当にめっちゃアピールしてます。買っていただいてます。いや、でもマジでずっと感謝って俺ずっと言ってるもんな。トホキャンの時 100% のテーブル持ってきます。いや、そう、で、焚き火台も大体持ってます。マジで感謝してるよな。てことで今回ちょっとベルチェアを座ってもらって、サイズどっちがいいかっていうのをちょっと女性意見をちょっと見てもらえたら、はい、サイズが違うんだ。横幅実は1センチだけ違うくて、お邪魔します。結構快、両方とも快適だと思う。もう2回目か3回目やけど。でもまた違う椅子やから。ちょっと変えましょう。積載を考えて。あ、変わる。1センチで変わる。確かに変わるでしょ。1センチ変わるな。もう違う違う。そう、分からん。どれが正解なんかが分からん。こっちのがゆったりだけど、別にこれでもそんな狭くないし。うんうん、そう。身長は私はちっちゃいから、うん、こっちの方がすっぽり収まるかもだけど、男性は多分こっちの方が、でもなんか女性でも結構ゆっくりしたいって言ったらこっちっていう人もおったかな。私ゆったりのが好きかな、うん、でもその意見はほんまになんかキャンプはのんびりゆったりしたいから、うんうんうん、なんか収納の1センチ2センチを気にするよりも肉でもゆったりしたい。あのカーミットチェアでやった、もともとの、はい、あれよりか7センチ広い。あ、これが、そうそうそう、こっちで、はい、こっちで、はい、いや、もう今日中に決めなあかんってやって、そうそうそう、ほんまに決定、すごい、うちで、ほんまに決定しました。ありがとうございます。おめでとうございます。夜ちょこっと遊びに来させていただきます。ぜひお待ちしてます。邪魔ならないで。今回新しく取り入れたギアはこちらになります。これ、エコフロー。何ですか、エコフロー。ポータブル電源です。大容量、デルタマックス2000になります。で、容量は 2016Wh。 大きい。で、今日はね、それを使ってスープを温めたいと思います。作ってはないですけど、今日 IH クッキングヒーターを持ってきて使おうと思ってね。じゃあ電源を入れてやっていきます。はい、IH があるともう一番楽。コンセント挿しました。チゲ、はい、鍋、チゲ鍋、美味しそう。スタート。スタート。使えますか。おお、これは便利だ。これは2000ワットアワーなんですけど、うん、どういう風に計算するか知っておりますか、あなたは。これ今何ワット、何ワット使ってる。これ何ワットなんだろう。アウトプットで今どんだけ消費してるのはここに出てるんですよ。うん、あ、分かりやすい。分かりやすく出てる。100% マックスで、今このアウトプットっていうのが、まあ、700ぐらいかな、平均。700ぐらいで。ずっと使っとったらどんだけ持つかみたいなのも横に書かれてるでしょ。500になると3時間。分かりやすい。分かりやすいでしょ。これはじゃあ800ワット常時その IH が使ってます。これは2000ワットアワーの容量があります、うん、はい、どういうふうに計算するか分かりますか。2000÷800。 そう、2000÷800 はどれぐらい。ワットとワットアワーっていうのは WH って書いてワットアワーだけど、うんうん、H っていうのは1時間を示せる。だから2000÷800は 2.5 時間。2.5 時間このやつやったら使えますよっていう風な計算式になります。うん、やっと持ってきた。それがね、分かっとかないという。ここで重要なのが出力です。はい、出力、出力です。言えましたか。出力、出力。、はい、で、これは800なんで、ポータブル電源のちょっと価格が安いタイプのものは
800ワットまでの出力がないので使えないんですね。これは1500までいけます、うん、で1500までいけるからドライヤーも使えるし、ヘアアイロンとかそう、そういう何でも使える。出た、電子レンジ。電子レンジは1000ワットぐらいかな。 OK、 OK ですそうで、エコフローがすごいのは X ブーストってのがあって、うん、その1500ワットを使うんやけど、使う電気のワット数を1500を落として800で回す、その電化製品を動かすっていう必殺技がある。まあ、ちょっと難しい話なんかよくわかんないですけど、まあ、そういうこともできますよと。まあ、今回は僕ら旅が好きなので、今回ちょっとこちらの方をご紹介させてもらってるんですけど、うん、1泊2日っていう分やったら、僕的には EF デルタっていうのがあるんですけど、それが1400ワットアワーで、重量が14キロかな、うん、出力ワット数は1500ワットあるっていうやつがあるんですけど、1500ある。多分1泊2日でよく使うんであれば、そっちの方が若干おすすめかも。でこっちだったら2泊3日で、例えば冷蔵庫も使うとか、うん、なんかあらゆるものを使うんやったら、まあこれおすすめで、こういうことは僕の動画の方でちょっと詳しく話させてもらってるので、うん、よかったら山広チャンネルを見ていただけたらと思いますので、はい、そう、これすごいんがさ、うん、いっぱいついてるの。なんかこれ何電源だ、 AC 電源、 AC 電源も。ただその AC 電源がたくさんある必要性って、容量が大きいポータブル電源じゃないと意味がないので、うんうんうん、結構ポータブル電源で容量小さいのに AC 電源がいっぱいってやつもあるんですよ。それって何のために必要っていうところもあるので、なんかそういうバランスってすごい重要だと思うので、そういう詳しいことは山広チャンネルで言ってますので、はい、あとは今時の USB-C の 100W 出力とかのやつがあると、今って携帯って高速充電ができたりとか、僕 PC よく使うんですけど、 MacBook Pro は 100W 出力ないと充電できないので、そういう部分でも今時のものがあるっていうのが重要ですね。こちらは3年保証があります。あーなー、すごい。そうそう、3年もあるんだ。電源系で3年ってかなり自信がないと多分つけないんですよね、うん、保証って。また概要欄にリンクとか貼ってますので、はい、よかったら見てください。ごま油とニンニクと塩の食べるのは初めてです。わー、トサチョウ焼くとね、美味しいな。絶対やばい。わー、結構うまいと思いますよ。美味しすぎます。知っててよかった。あでもすごい、いや、ほんまに美味しい。はい、全然どうぞ。あったかいですね。あったかい。ここが、夜景で有名な小高高原キャンプ場です。さすが有名だだけありますね。めっちゃ綺麗。
まあとにかく夜はさすがに冷えて寒い。めっちゃハロウィンやってか。色のシートが SUV になります。これめっちゃいいサイズで嬉しい。こんぐらいになるから徒歩キャンにめっちゃ良くて嬉しい。嬉しいね。でかい薪全然置けるんでゴリゴリに置いてます。もうほんまに寒がってる。めっちゃ寒い。今だって4度え車中泊私も車や。一瞬一瞬温まる。これ変でビッグ。確かに火力すごい。すごい。やばい。やばい。熱い。気をつけてね。キャンプファイヤーゲームしたいな。どういうゲーム？え、なんか子供と一緒によく やりました。めっちゃ暖かい。え、やりますじゃあ。何？え、ハイジキズンバズンバズンバズン。ハイジキズンバズンバズンバズン。えいやや。何ですか？あ、やーって言って、やーって子供が言ったら一生続くんですよこのゲーム。危ない危ない危ない。え、めっちゃ綺麗。ああ、確かに綺麗。綺麗でしょう。うん、でもここから今映ってる方が全然綺麗だ。君の方が綺麗だよ。ありがとう。スノードに撮ってあげて。これごめん、スノーちゃうね。いや、元がいいから。すいません。そこんとこだけ間違えないでもらう。そうやで、みんな。あの、視聴者の人さ、そういうの本気にせんとってな。すごいね。ここいるとめっちゃあったかいのにさ。うん、あったかい。こんだけ離れるだけで一気に寒くなる。ね。全然ダメだ。え、写真じゃないの？写真じゃなかったけど。もう一回カメラあっちにしたら。あっち？そうっす、ライトの下。あ、じゃあライトマン。あ、すみません、ライト。あ、綺麗綺麗。ライトマンがもうちょっと前に来たらいい。え、もういい。もう一歩前でもいいじゃないですか。もう一歩前。いや、そう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 。おやすみなさーい。ありがとうございました。ありがとうございました。ライトマン。どういたしまして。テントに戻ってきました。いや、楽しかった。楽しかったですね。全然撮ってないんですけど、まあ今からもう12時前なんで。はい。寝ます。寝ましょう。電気毛布を。はい、私の冬に絶対に欠かせないアイテム、電気毛布。今日はね、あの思う存分使えそうなので、このエコフロー様様のおかげで節電せずに今日で今回は。今日で。はい、寝ようと思います。僕は最後コーヒー飲んで、最後ちょっとね、仕事がまだ残ってるので、お仕事をしたいと思います。はい、私は寝ます。おはようございます。朝日はどうですか？写真撮ってる？写真？はい、朝日を楽しみました。こんな感じです。電気毛布が熱すぎて何回も起きました。で 52% 残ってます。あ、 52%、 まあでも結構やっぱ使ったな。使うんだね、やっぱり。いつものやつやったらなくなってる。なくなるね。まあこれ 2000Wh あるから、うん、まあ 1000Wh、 うん、はやっぱり最低でもうちはいるなっていうやつな。最後の仕上げ、今日はヘアアイロン持ってきたよ。ういで、スイッチをします。なんかちょっと巻くだけで雰囲気が変わる。え、髪型の番組やった。そう、髪型の番組。今日はね、料理作ります。料理を作ると言っても、ちょっとね、あのスーパーで見つけた赤からおでん、包まれてるタイプですね。
800ワット使っています、うん、このキャンプ場はどうでしたか？このキャンプ場は良かったね。忙しい時に知らん人が隣におったら狭いかもとは思う。そう、フリーサイトがあるんですよ、うん、フリーサイトは多分この裏なんかな。あ、そうなんだ。本日のキャンプ終了します、はい、もう今から片付けていって温泉入ってゆっくりしたいと思います。はい、で今回ご提供いただいたエコフローさん、ぜひぜひ概要欄にリンク貼ってますので見てください、はい、で詳しい説明は僕の YouTube の方で流しておりますので、はい、ポータブル電源これ見てから買えみたいなタイトルで多分書いてると思うので、もう決まってるんですね。そう、はい、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。はい、でまずまるみちゃんとかうきちゃんとかも会えてよかったと思います。本当に楽しかったです。すごい偶然。本日のご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。はい、おもろでは髪の毛すりながら柔らかいと見せかけて膝曲がってる。はい、ではさよなら、ありがとうございます。さよなら。